逃げたか。バンカー、こちら 9S、 司令官につないでください。バンカー了解、司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか、しかし2人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。迂闊に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が？その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。トゥービー、何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。パスカル、こちら 9S。 おお、ご無事でしたか。うん。それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう。通信はダメだ。直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。推測、ゴミ。反応終了。よりも実際の記録を見てもらった方が話が早いな。なるほど。この A2 というアンドロイドですが、私たちの過去記録にもあります。危険なアンドロイドとして認識していますが、この村に直接来ることはありませんね。すみません、私の知っている情報はこのくらいです。ありがとう。各地を警戒しつつ、一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。
9S、 なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？え？司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。ありがとう、トゥビ。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。オペレーター6オンリー、トゥビーさんへ。定期連絡の時間です。こちらトゥビー、問題ない。トゥビーさん、聞いてください。今日花の画像データを見てたんですけど。花？ええ、バンカーに記録されてる少ない資料の中に月の涙っていう花があって、これ髪飾りとかにしたらクールなトゥービーさんによく似合うと思うんですよね。必要ない。まあまあ、そう言わずに。おしゃれは女子のたしなみですから。また可愛いものを発見したらトゥービーさんに報告します。そんな情報必要な。以上、オペレーター6オーでした。それでは。